はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪三国志のゲーム紹介します。武将妖怪が続々と判明してるんですが、なんとですね、ボスキャラも鎧姿の武将妖怪になってます。まず1体目見てみると、こちら三俣野槌竜陽。これよく見ると頭のところ確かに冠被ってたり、腕輪とか、あと首にはなんだろう、タオルかな、なんか巻いてますよね。続いてボスキャラ2体目がガシャドクロ。正式な名称はあれなんですけど、めっちゃかっこいいよねこれ。兜がゴールドでかっこいいんかな。必殺技レア玉キタキタの舞。ボスキャラ3体目がおぼろ入道。めっちゃでかい。ちょっと見切れてるんでこれ分かりにくいですけど、おぼろ入道も頭になんかかぶってます。そして4体目がマイティードッグ。マイティードッグも妖怪三国志に参戦です。これよく見ると胸のあたりになんか巻いてますよね。あと腕輪とか足輪もついてなんかかっこよくなってます。でですね、各ステージには仕掛けがあります。三俣野槌竜陽のステージではウィスパー砲。これは弾がウィスパーっていう面白い。実際の映像こちらですね。ウィスパー飛んでます。ゆっくり見てみると、やっぱりウィスパー飛んでますね。やば。他にもポンプで水を噴射したりできるステージもあります。これってのぼせトンマンかな。さらに電波トラップとか雲外鏡も。続いて敵とバトルするときに必要な必殺技とコンビ技紹介します。まず必殺技なんですけど、発動するとミニゲームがスタートします。何これ、今までと全然違いますよね。上から降ってくる光の弾がドラに被ったタイミングで叩くと。武将妖怪の必殺技とかめっちゃ楽しみですよね。このミニゲームにはいくつか種類があるので、必殺技で大逆転を狙おう。続いてコンビ技なんですけど、敵の武将妖怪を味方で挟むとコンビ技が発生します。これも今までにないですよね。すごい。例えばジバニャン劉備とコマさん孫作のプリチー族の2体で挟むと特殊なプリチーの陣になります。種族同士の組み合わせ以外にも特定の2体でしか発動しない特別なものとかコンビ技結構たくさんあるみたいです。最後にパネルについて紹介します。武将妖怪を移動させた後、この下のパネルをめくるのボタンを押すと大逆転のチャンスが。例えばですね、土の子竜禅のパネルが出るとバトル後にもらえるお金が増える効果が。他にもレジェンドのパネルが、これイケメン犬なんですけど全員の HP 回復効果すごということで、基本的に登場するキャラとかは同じなんですけど、コンビ技とか仕掛けとかパネルとか結構新要素満載になってます。早くやりたいですね。また新しい情報入ったら今後も紹介していきます。では